今はレノボ G500 の、そうですね、キーボードの交換ですね。で、なんとコントロール CVX っていう一番必要な部類がところが壊れてしまったので、まあ今一応蓋を外したところだかな。はい。で、あとは、まあ一番最初に、まあ一応シール剥がしてるんですが、ここの黄色いシールの後のところの一本のネジと、はい、隣のところのここのネジを外して、まあバッテリー外して、まああとは蓋の開けるとこんな感じになりますね。で、あとはこのファンのところのちょうどここの一本と、ああちょっと見づらいね。ああ、これでいいか。ここの、まあ、こうなんだろうな、チップのところの、まずこのネジと、あともう3本目、ここのバッテリー固定するところの、まあ、ここの近くの、ここ。わかりますかね？ここのネジを一旦外していきます。そしたらこのここのキーボードをこれがまたちょっと外れにくいので、まあ、あとはマイナスドライバーで結構こう乱暴にいっちゃう感じだね。いやー、でもの他のブログ見ててもここになんかこうスポッて入れてコンってやる、もっと簡単なやつがなんかあるっていうことはブログで書かれてるんですけど、まあ逆にそれを買ってる方がちょっと余裕ないのかなと思いますね。まあ結構これ、壊した壊した臭いな。あ、取れたかな。取れた臭い。本当はもっとブログとか見ると結構いろいろいい感じでね、もっとうまく剥がすと思うんだ。まあ、あとここのところとかね、あのマイナスドライバーあんまりグリグリやるもんだから剥げちった。はい。まああとはここのここを剥がすだけだね。今ちょうどこの白い、まあ今指さしてるけど、指白いところのこの上のこのちょっと黒い部分ね、これを手前にポコって倒すとこれが外れるんだよね。片手でできるか。外れた臭い。まあこうすると、まあこんな感じでできるんだけど、いやーなんだろうな、これ新品のはずなのにやたらめったらね指紋があるんだよね。まあ俺の指紋もここら辺にはあるんだけど、この手前の方の指紋とか俺逆
疑問なんだよね。でまああとはこれで新しいパッドを取り付けていけばいいって感じかな。まああとね、旅してると絶対パソコンってね壊れるのね。まあもともとワーホリしてた時も自分で直したこともあるけれども、やっぱりその自分でやっぱりその直さないことにはパソコン直らないし、むしろ多分海外のカスタマーサービスってパソコン直せないから、やっぱり大抵自分のキーボードの交換ぐらいはできないとちょっと厳しいね。はい。でまあこれが予備のレノボの、僕が今使っているのがレノボ G500 で、レノボ G500 のね、まあこれが取り外したやつで、まあほとんど聞くっちゃ聞くけど、あのパソコンにおいてのその生命線っていうか、コントロール CVX がなんか壊れたんだよね。で、あのこれパソコンのパスワードを立ち上げの時に入れるんだけど、なんと C キーが効かないから、あのパソコンのパスワード入れないでパソコンのなんだろうロックがあの解除できない状態で、あのなんだろうパソコン立ち上がらないんだよね。だからそういうすごい不便さがあるからすごい嫌だったんだよね。まあ、パソパードも気に入ってるから変える必要ないんですけど、まあこれが Amazon から届いた予備のキーボード、まあこれを開けていくと、まあ、こんな感じであるんだね。やっぱりねこれすごい気になるんだけど、これ鉛筆で書かれてるんだよね。でんでれて、まあどんなもんなのかっていうのがすごい気になるんですが、まあこれ同一の同じのものでね、これどっちがどっちがわからなかった、これ天変本末転倒だから。でもまあ前の使えなくなったやつもここにね鉛筆で英語って書かれてるんだよね。何なんだろうね、ここに。ああちょっとこのカメラじゃわからない、なんだ B って書いてあるシャープ鉛筆で。でもまああとはこれを、まあ、レノボを、まあ、こっちに乗り乗せ替えれば OK で、ただねこれは Amazon のこれ新品なんだけど、こういうところの傷気になるよね。今いやでも本当に今開けただけなんだけど気になる。でこれ結構ボコボコっていうかね、このベタベタな指紋っていうのもあるんだよね。うん、新品なんだけど指紋ベタベタなんだよね。ちなみにこれ Amazon のね再生屋ってところで買ったんだけど、うんどうなんだろうね。まあちょっと取り付けてみっか。ああどうしようかな。本来は静電気が発生するとパソコンっていうのはもう死んじゃうので、静電気の発生しないようにね、あの薄手の絶縁体でやるのが普通なんですけど、おうち、これアングルが悪いね。これむずいの、結構もっと奥じゃないといけないのか。よし。まあこれでできたはずなので、ちょっとバッテリーを入れてみようか。はい、今ね強引にバッテリーが外れてるけど、ちょっと電源を入れてやってみました。来たーこれ。
この辺パカパカしてるけど、まあ問題だった。ちょっと映らないな。はい、今までできなかった C が直りました。 C がちゃんと反映されました。まああとは、まあ、このようにパソコンも立ち上がって、あとは電源を切って、まあネジを締め、あとはこのキーボードをパカッと入れて終わりです。いやでもね、コントロール C とコントロール V とコントロール X、 切り取りとコピーと貼り付けが死んだパソコンっていうのは本当に不便だね。です。だからまあ一応これカテゴリーとか違うと思うけど、まあ僕も過去ワーホリ中にパソコンを直したんで、もし旅人をやるのであれば、はい、自分でパソコンを直した方がいいと思います。な感じ。